私のスマホで見ると、コウさんの動画こういう風に出てるんですよね。で、共有ってところを押すと、下にコピーっていうね、左下に出ますよね。で、ここをコピーする、タップするとコピーされましたって出ますから、こちらの方を、ーメールのー、なんかね、このソフトに、えー、まあ、宛先を書いてですね、コピーするという風にして、ここでタップして、ペースト、貼り付けると、こうやって付きますね。で、件名を、こうやってね、入れていただいて、 これでよろしいんじゃないかなと思います。これで遅れますからね。まあですね、肝心なのは、えー、何をすることかと言いますと、まずはコウジさんが動画を開いて、で、下の方にある共有ってのを押してね。で、共有を押すと、さらに下の方の左にコピーって出るんで、そこのコピーをタップするってことです。スマホでもこうやってね、URL をコピーして貼り付けることができますんで、えー、今回これを覚えてしまいましょう。それではよろしくお願いします。